はいどうも、小林隆史です。悪口を言うのは潜在的劣等感からっていうのは、これまあ僕を敬愛する樺沢紫苑さんのなんかどっかの、ネットの記事ですね。これなんだろう、東洋経済オンラインかなかなんかの記事を読んだんですけどね。それで言ってたんだけど、ああなるほどなと思ったんだけど、悪口を言う人っていうのって。劣等感があるからなんだっていうんですね。それはどういうことかというと、なんで悪口を言うのかというと、人と常にその人はやっぱ人とあるいは周りの人と自分を比べるっていうことがなんかまあすごく多いわけですよね。で、比べてどうだみたいなことが自分の中でその価値基準の中にガチ入り込んじゃってるんだろうと思うんですよね。で、例えばさ、逆を考えてみると別に比べない人っているわけじゃないですか。比べないで済んでる人というか、比べてもしょうがないと思ってる人というか、そういう人にとっては、なんかその、人がどうで自分がどうっていうことを比べて、だからあいつはダメなんだとか、だから、俺は認めないみたいな、そういうの特にないと思うんですよね。だってみんなそれぞれ全員違うんだもんみたいなことになってると別に比べなくて済むわけでしょ。そうするとあすごい人がいるってなった時にすごいな俺と違う人だけどって思うし、で俺より自分より例えばなんかできない人がいた時にあ違うんだな俺とはって思うところでまあ終わりじゃないですか。そうするとそれをさわざわざ悪口にする必要ないよね。だけど悪口言う人っていうのは常に比べちゃうってことだね。だから自分よりできないやつ見つけたらなんであいつはできねえんだよ俺と比べてっていうふうに思っちゃうし、で例えば羨ましいようななんだろうな自分より仕事ができたり出世したりしてるやつ見つけてなんであいつは俺よりできない仕事できないくせに俺より出世してんだよ俺と比べた時にっていうふうに、まあ要するに常に比べてんだなっていうことが見えてくるというお話なんだなと思いましたね。だからそう考えると結構結論ってね、簡単というかもう先に言っちゃったなと思いますね。全員違うから比べなくていいっていう風になると、悪口って言うことがなくなるってことになるわけだよね。そういう人ってでもいない例えば誰ってない、まあ悪口言わない人って多分いっぱいいるけどね。で、よく、だから極端な人を考えてみるといいのかなと思うんだけど、例えば、所ジョージさんって悪口言わないでしょ言わないと思わない。僕はそばにいたことはないから知らないけど。だけどさ、あの人さ、自分が好きなものと好きなことだけずっとやってる感じがあるじゃないですか。ああいう人ってさ、別に、他のことって関係ないもんね。他の人と比べてどうとかも特にないじゃん。って思っちゃうわけなんですよね。だからそういう人はさ、悪口言わないで済むよね。だから、人と比べないってことが、なんか、どんなに楽かっていう、なんか見本みたいな感じもするわけなんですよね。はい。だから、つい悪口言っちゃうとかですね、あるいは悪口言う人が周りにいっぱいいて大変とかね、いろんなことあると思いますが、そういう時は、あ、この人は劣等感があるんだね、比べちゃうから、みたいなことが分かると少しだけ、まあ、スッキリするというか、あ、俺も例えば誰かに悪口言われたり、あるいはネット上で悪口言われたりしたらそう思うようにしますね。ああ、この人は劣等感があるんだな。なんか自分よりどうとか思っちゃってるからこんな悪口言っちゃうんだな。しょうがないよね。でも、それはもうそういう潜在的劣等感だから。って、まあ思うようにします。それぐらいが、楽なんじゃないですか。はい、というわけで比べないで生きていけど楽しいし楽だよっていう話でした。バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。